続いては国内の話題に移ってまいります、はい、ホットな話の自治問題の国内編森元総理五輪組織委員辞任というこちらの話題ですね、うん 概要です。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会で元総理の森氏が以前、会長を務めていた日本ラグビー協会を例に出して女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるなどと発言したことが性差別的であるなどと批判を受けこの責任を取る形で組織委員会会長を辞任するということになりましたというこちらの話題からです。 あの、なんか、それについての読者の意見。先に先生から、の、な、はいお話を伺ってからに。あ、いや、それ続けていいですか。ああそお願いします、うん。では、あの、さ、こちらのことに関連してということで、三十代の女性の方から、このようなお便りをいただいております。こんにちは。いつも楽しく番組を見ています。森元総理の女性は、話が長い発言が話題になっていましたね。私は三十代の女性で、日本企業に勤める会社員です。年収は平均の二倍ほど。 いわゆるキャリアウーマンということになると思いますただ私の場合世の中が女性活躍を謳っているから活躍しなければいけないと思ってキャリアウーマンになったわけではなく目の前の仕事を一生懸命やっていたらいつの間にかここにいたというのが正直なところです昨今のジェンダー平等のムードを受けて 女性だから出世させようという人事的な思惑の恩恵を陰ながら受けていた部分があるのかもしれませんが、私からはその思惑は見えませんし、見えなくて構いません。それより、これまで自分が携わってきた仕事に対する思いと、同僚や上司に恵まれたことに感謝しています。将来的に私は出産して子育てすることになるかもしれませんが、そうしてキャリアが中断することには特に何も思いません。 世の中は女性がキャリアウーマンになるのをよしとしていますが私は世間の価値観を内面化していないので自分が生きたいように生きることでハッピーになればそれでいいなと思います。それに子育てを助けてくれる肉親もいないので母親とキャリアウーマンの両立は時間的にも体力的にも私にはできません。森さんののの今回の発言はジェンダー平等が女性の生き方を決めてかかることで 個人の選択の自由をむしろ奪っている。そうすることで世の中全体が息苦しくなっている。それがたまたま表面に出てきたものなのかなと思ったのですが。武田先生はどのようにお考えになりましたでしょうかというお便りです。はい、えっ、ー、と、あのヨーロッパのね。はい、まあ、僕に言うと悪しきジェンダー平等という概念。今からすぐご説明しますが。はい、出てきてから女性の方から。 意見が出たやつで、僕の記憶では最も今の意見が優れた意見ですね。で、それについてちょっとコメントしたいと思うんですが、うん、まず第一にですね、やっぱりあのこの世の中はね、人によって意見が違うってことなんですよ。それ僕いつも親子喧嘩の原理っつってるわけですね。子供が正しいと思うことと親父が正しいと、まあ親父でもお子でもいいですよ。そういうそのお親父とかその面倒さいからね、あそれで三十年だいたい平均して違ってるんですね。で、したがって 子供がが正正ししいいととととと思思うううここ親父は違うんですだから親子喧嘩が起こるんですその時に必ず両者の間ではですよ両者の間では子供の方が親に従っちゃいけないんですよつまり古臭い考えになるんですねということはどういうことかっていうと人間の考えは25歳まで生活した環境で正しさが決まるんですねこれはもうかっちり分かっていることなんです。ですからもちろん僕が考える正しさと あの僕の子供が考える正しさは必ず違うんです。その時に僕が子供に僕の意見を押し付けたら、子供は時代遅れの考えのまま生活することになります。だしたがって親は必ず俺はこれが正しいと思うけど、あいつは違うんだなと思ってあの子供の意見を考えなきゃいけない。このことはどういうことかっていうとですね、年齢によって正しさが違うってことを社会が認めなきゃいけないんですよ。 で従って80代の人がしかも男性が考える正しさというのとそれから例えば30代の女性が考える正しさは違って当然なんです、うん、まあこの女性は、まあ、よく考えられてるからそういう意見もいいっていうお考えだけどだけども通常はですね自分の考えが正しいっていうのがもうジェンダー論の基本になってるわけですよ。だからもちろん 世代間対立が起こるんですよだけどもそんなのは間違っててあの森さんはそう思ってるんですからねそれはどうしてかって言ったら森さんが若い頃25歳までのあれかか,かかなんかの人ですよあの北陸の人ですよ北陸で生活してたらああいう感じなんですよ別にどうとこないんですよそれはああそうかとそれは森さんだからねそりゃそうだろうなとだってもともと80代の男性を五輪担当にすれば。 当然そういう考えのもとでやってるわけだからだから悔しかったら若い人が五輪担当になればいいんですよ。そうしなきゃ世代間の問題って解決しないんですよ。それからその時に世代間でぎくしゃくしちゃいけないんですよ。要するにお互いに認めるってことですね。25歳までに人はできちゃうから考えが。だからそういう考えの違う人で世界がなってるんだと。だから どっちかっていうと古い考えの人は若い人に譲らないと社会が新しくなっていかないからだからまあ一歩引いてるっていうのが正しいとだけどついうっかりなんかそういう意見が出るっていうのは僕はねそれを叩くっていうのは一体あなた何なだというのがまず一つそれから二つ目これ,これが第一非常に重要なことですから一つそれから二つ目はね男女については世界で二つ考えが基本的にある。 ヨーロッパは男が女を所有するという考えで男と女を比較しながらやってきたずっとね従ってまあいつも男が上で女が下だっただから男女平等という概念ができたつまり差があったから平等にしようという意見ができただから男女平等という言葉はヨーロッパの言葉なんです日本の言葉ではありませんそれから皆さんこあの学校の先生って嘘を教えるからね平気で子供に。 1789年のフランス革命で自由平等博愛っつってるこの平等は主語がフランス語で白人男性ってて書いてるわけです、うんうん、それを日本ではカットして説明してますけどしたがってあのフランスの女性参政権政治のね投票権あれは1946年なんでフランス革命から150年か経ってるわけですね。つまりフランス革命で言う 自由とか平等とかいうのは白人男性にだけ与えられてる。だから奴隷もいたし、それから女性に三権を与えなかった。それを日本で間違って教えているだけです。これで男女が本当の意味で平等だったのは世界で日本だけなんですね。なぜ日本だけかと,いうと日本は男と女との比較しなかったんですよ。女というあの生物がいて、男という生物がいると、両方人間ではあるけど。 霊長類の中にチンパンジーと人間がいるようなもんでチンパンジーと人間を平等だとか言ったってしょうがないこれは人類という枠内に男と女がいて明らかに違う明らかに違いますよ子供は生まれるしね、うん、そこで女は女はとして最大限幸福男は男として最大限幸福っていうのを追求しようとしたのが日本なんですよ、うん、ところがどうしても男の方が力が強かったらなんかするからそれを直すために えー、天照大神を女性にしたんですあれね難しいんです天照大神はね本当にねあの井戸さんなんかに言わせるとね、うん、あれは男か女かはっきり分かってないんだってその通りなんですよ、うん、性別はっきりちょっとはっきりしないところなんですけど一応形式に,にお姉さんにしたんですよそれで男のスサノノミコトが三男なんだけどこれを弟にしたわけねこの細工はねえっ、ー、と実際上とかく女の人が下になっちゃうので それを補正するために、えー、一番上のトップの神様をその女にした。これ効果は非常に現れて <laughs>、平安時代までは衣食住は全部女の権利。で、男は結婚したら女から妻から派遣労働者で外に出す。この時説明しましたね。ですから給料は全額を家内に渡すという妻に渡すというそういう権限を女に与えた。その結果、紫式部が出て。 それでもちろん世界でもう全然ダントツに女性の権利はは日本は高かったわけですねところがその状態で江戸時代まで来たんだけど <laughs> 明治の時にアホがいっぱいいてヨーロッパの,その女性が下の文化がいいと思っちゃったそれがジェンダー問題なんですよだからジェンダーっていう言葉をなんで英語を使ってるかっつったらジェンダーっていう英語知らない人いっぱいいますよ日本で。ちょっっっとそこらら辺のおばさんつったらまたま あの性サービスになっちゃうけどおばあちゃんに「ジェンダー」ってちょっと訳してっつったら「私ジェンダーって分からない」ってと思いますよ。でなんで「ジェンダー問題」って言うかったらあれはヨーロッパの文化を言ってるんですよだからジェンダーなんですよだから日本は全然違うんだからこれでねジェンダー問題が出てからもう女性の地位は下がるばかり今度も下がりましたよこれ。どっちかってらそのこの女性が言うように女性の生き方を縛っちゃってるわけですよ。うん だってお母さんっていうのはものすごく素晴らしい職業でお母さんほど素晴らしい職業ないんですよ。ところがジェンダー理論だだとお母さんはくだらないんですよつまりあっちの議論は男が優れてて女は劣ってるっていうのは基本だから男と同じことをすることが女の権利が優れてる。日本は違って女が上で女と同じことをするのが気のらい気がそうですね。女ががひららな使ってるから 男もひらがな作りたい使いたいっつって女性にに化けて、うん、を書いただからその,ぜあの今のお女男と同じことをすることがいいことだというね概念は日本にないんですよ。うんええ、だってね <laughs> 僕はねよく考え物ばっかしてあの食べるもんだから長い間あのチョコレートでねこういう四角いチョコレートがあの なんかプラスチックでこうねじったやつあるでしょそれと全く同じ形のねチーズがあるんですよねそれがねあるこういうなんかの上にのってたわけつまみとして長らくね両方とも直列だと思うでチーズ味なのに分かんない他のこと考えてるからねそしたらある時にあの人が来て「先生これ全部周りカビですよ」っつったわけだね でその僕はチョコレートだと思ってたから冷蔵庫に入れなかったわけですよ。ね、でもう半年か1年ぐらいそこら辺にあったわけですよ。<laughs> んでこですね、うん、で女性はそういう点じゃ能力がもう僕には格段に高くて僕の妻なんかあって「ちょっと匂いが出たらこれ食べてダメよ」って言うでしょ。もう絶対かかかんないららね <laughs> <laughs> だからねだ それは日本流の考え方つまり男が優れてるとか女が優れてるとかいうこととかこういう行為は優れた行為とかこういう行為は優れてない行為とかいうことを分ける自身がグレスな文化なんですよしかもね3番目あ今日も「藩に終わらなきゃはん」と言っちゃいけないんで <laughs> それで、ね、あのねえっ、ー、ともう一個問題があるんです。で今度あの川端さんかなんかな カーブチアアマンがあと次ますね、はい、そしたら今度はひどい差別が出てきたんですよまた80かって、うん、ねあのね <laughs> 女とかそういうことで黒人女年寄りそういうことで差別するのが差別なんですよそれで日本の日本はそれ差別しないんですね老人は老人の考え方、うん、それでその,かその考え方が老人で悪いとかいいとか言わないその あの人はどういうい行動をしたお殿様でもそうでどのお殿様は何歳だから悪いとかもどこでも書いてませんに日本はねあの非常に年取ったお殿様でもちゃんとした殿様とボロい若い人と区別してますねだから日本人っていうのはその行為を見て昔からやってたのに最近ではもうあれは女性だから話が長いっ,っていうのが差別なら今度の 担当責任者も80代だっていう方がもっと差別ですよだからねもう本当にむちゃくちゃなねそういうまあ僕に寄せられはリベラルとか左翼の、うん、もう日本文化全く勉強してない連中ね、うん、それでもう女の人不幸になってますねまあ、僕なんかは文部さんに何回も言ってるようにお母さんほど感謝される職業ってないんですよ、うん、優しいお母さんほど全員が感謝するわけです うん、優しくないですけどねそうか、まあ、桃子さんはねゴーケスだからなあゴーケスのお母さんは子供はどうなる意識しちゃういや結構最近いろいろ私並みにいろんなことを言ってくるように意見を言うようにはなっております、ね、お母さんのごちさが、ね、あ<の>多少なりとも遺伝されてるなっていうのが最近よくよく感じることがありますけれども、ね、なるなるつまりねまああなたの今の桃子さんのやつはいいんだ優しいお母さんもいれば、はい、ごついお母さんもいるね。<laughs> いろんなお母さんがいて そそれでそれでを一人一人をみんな尊重してあの人はこうしてそれも立派だとこの人もこれで立派だというのがねだいあ女性はね話長いですよだけどそれを丁寧に言うからですよあの僕はもう絶対そう思いますよ女性が話が長いって何か問題なのと、ね、だって男の方が絶対に乱雑ですよだってメールなんかね僕が一行 女性大体五行ぐらい書いてますよ。ね。<laughs> それで、女性の方が問題を起こさないですよ。対人関係の。だからね、ああそうですね。まあ、いいや。はい、その人立派。はい。ということです。では、続いての話題に移ってまいります。うん